大阪国税局は、大阪府大阪市中央区にある国税庁の地方支分部局で、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の近畿地方2府4県を管轄している。大阪国税局長は、税務大学校長、東京国税局長と共に、政令で規定される指定職3号の役職である。財務省大臣官房総括審議官、 財務省外局である国税庁次長と同様である。歴代大阪国税局総務部長職員主要、幹部ポストは財務省、キャリア、国税庁キャリアが占める。他の国税局と同様、人事交流として職員を選抜して主に東京へ出向させている。財務省大臣官房等財務省の外局である国税庁長官官房等税務大学校、審判所、 国税庁の地方支分部局、その他、ブラック解放同盟中央本部並びに、ブラック解放大阪府企業連合会との間に、7項目の確認事項と呼ばれる税制上の優遇措置などを定めた取り決めを交わしている。この取り決めにより、同和対策事業に関わる事業者への優遇措置が講じられ、同和利権の温床ではないかとの批判がある。同局では、 職務に関連した不祥事が時折発生している。以下ではマスコミなどで大きく報道された不祥事を紹介する。大阪国税局職員ら高級クラブで格安、飲食、査察で発覚、処分へ、読売新聞高級クラブで特別待遇大阪国税職員を定職3月産経新聞大阪国税職員。 停職3ヶ月など21人、処分クラブ特別待遇毎日新聞、大阪国税局が、職員12人を、処分現金や、飲食セッタ、受ける、産経新聞2 0 0 0年11月28日、国税調査官が、税金逃れマンション賃貸兼業の職員を、懲戒処分、産経新聞2009年10月30日、大阪国税局、上席調査官を、 懲戒免職申告書偽造などで毎日新聞2011年7月9日、大阪国税局が、威圧調査府副審判所指摘、所得隠し認めず朝日新聞2012年9月7日、大阪国税局が、威圧、誘導府副審判所、川崎基線の主張を認める産経新聞に2012年9月7日、大阪国税局、男性職員を、 処分内部書類を紛失、隠蔽図る毎日新聞2013年5月17日、大阪国税汚職、OB に、実刑判決顧問先に脱税指南も。朝日新聞、h t t p w w w a s a i c o m articles,asj387jxvj38-03whtml8ob。 税理士に頼まれ虚偽報告書作成大阪国税局職員二人を処分脱税で国発の高級クラブ経営会社めぐり産経新聞2015年10月2日大阪国税職員税調査で便利現金347万円十受毎日新聞2014年6月7日主費義務違反国税 OB に情報を漏らす大阪の元調査官 定職処分毎日新聞2014年9月13日、産経新聞2014.12、10禁断の領域、朝鮮総連に、足踏み入れ落ちた国税調査官参加団体、元幹部と飲食、韓国旅行、情報漏えい。ありがとうございます。